やりますね。これ早いね、こっちの方がね。唐沢式の方が早いわ。9時に寝てるな。ほんと早いわ。僕の配信見るとやっぱ寝れるんでしょうね。使うんですか？いや、俺使わないよ。いらないよ。9時はいいね。俺も9時に寝れる生活をしたいですわ。9時に寝れる生活をしたいですわ。これ以上の偽罠はないよ。これだったら多分5分以内で終わるんじゃない？この偽罠な。あんちゃん。スコアラか。オッケー。オッケー。ボーナスステージかな？ねえ。ボーナスステージかな？マジで。終わったんだけど、今の瞬で。朝ちゃんと起きてます。起きるが違うんだよな。起きる場所が。起きてほしいのは意識なんだよな。適当に適当に。オッケーオッケーオッケー。もうここで抜ければいいんですよ。あ、まあ、スプレーだけはマジ、ふざけんなって感じだね。人生、冒険や。金枠まだ P90 しかたらん。あ、マジで P90 当たってるんだったらいいんじゃない？イヤホンをつけてきた。俺の区間は AWM。俺でできたらね、面白いよね。お、これあれやん。ニセマラやんみたいな。うん。ニセマラやんみたいな。出てきたらちょっとね、スクショ欲しいっすわ。自分にメンションつけてからツイッターでツイートしとってください、画像。見たいっすわ。俺のボット。俺が俺やんみたいな。で、俺対俺とか言いたいね。俺対俺。うん。ほんわかでボットとしてログインせんけんな。あまりにもログインせんくてな。一応重機の応募でちゃんとね、俺ログインしとるけん。で、3日前ぐらいにログインしたよ、ちゃんと。あ、昨日ログインしたか。昨日ログインした。うん、フレッシュ申請にスコアルバラバラめっちゃ来る。マジで。ね、スコアルで検索したらいっぱいおるっすもんね。30メートル離れた、待って、味方2人なんか、めちゃくちゃボーナスステージなよ、そうな、味方に2人。そう、10キルと50メートル以上離れて、キルを取れれば、あとはもう、土眼になろうと、知ったこっちゃないんですよね。はぁ、出した。一番最初に。なぁ。まあ、これはまあ、そこそこって感じだよね。ダイヤ、2万8000ぐらいやけんな。とりあえず、実績をね、一つ目つけてて、まあ、僕は良かったですね。偽罠をしないからバグるんですよ。みんなはその、荒野行動をしようとするからできないんだよ。俺は、最初から偽罠しかする気ないから、いける。楽しいとか楽しくないとかじゃないもんね、もう。みんなはその、通常戦闘に入るの楽しいじゃん。俺は偽罠をするっていうのが、この荒野行動だけ。みんなはその、通常戦闘に入るのが荒野行動だけど、俺は偽罠をするのが荒野行動だけさ。初期化しかできないと思う。あ、そんなバグなの。どんなバグだそれ。俺じゃない人の声ですぐ切った。そうなの。俺だって VC つけてないしな、そもそも。本物ですかっていう、俺っぽいキャラに本物ですかって聞いて、本物ですとか言うやつは偽物やけん。本物ですかって聞かれたら、これね、やりましたねか、偽物ですか、どっちかしか言わんけん。俺絶対そう決めとるんだよね。俺は、これやりましたねか、偽物ですか、どっちかしか言わん。本物ですと俺絶対言わんけんな。決めとるんだよね、そういう風に。こういうコードしようとするけんバグるんよ。こういうことせんかったらいい。あー、マジか。金券配布。じゃあ、それぐらいのバグだったら結構、よくあるけどね。よくあるバグだけ、まああんま気にしたらダメですね。ケチやからな。ケチっていうか、まあ、普通に配る必要ないよね。配る必要がさ、できんくなった。まあ、結構じゃあみんなできてないんだ。まあ、長すぎたらさすがに補填だろうな。ね、大会とかできないかんね。試合に行けない。リセマラをしよう。リセマラは今できるから。荒野行動せんかったらいいか、今。排除していくっていう。ブックアフなのにって感じよな。荒野行動じゃなくて、リセマラをしようや。今ので俺の人生バグった、マジで。毎回も荒野行動バグってくれんかな。そしたらアクティブね、増えるけん。毎回こういうこともログインできないようにしてくれんかな。うん。そしたらね、こうやってアクティブ増えてくれるからね。ありがたいんだよな。LINE 連携の人がちょっと怪しい感じになってるってこと。そんなことあるんだ。初めて聞いたな、そんなの。まあ、実際わからんけどね。まあ、放置しちゃったら治るけん。そういう時はもう、諦めてね、焼肉でも食った方がいいんすよ。上級国民とね、下民でこうやって分けられたんですよ。僕は上級国民なんで。皆さんは、下の民じゃないですか。下の民はもうこうやって諦めて、ね、自分の人生は不幸に終わるというね、その事実を受け止めなければいけないんですよね。ゲーム画面、それみんな言っとるね。もうそれはあれなんで。僕みたいなね、選ばれた上級国民にしか、このゲームはできなくなったんです。諦めて焼肉でも食い行きましょう。ね、待っときゃいいんですよ。待っときゃ多分治ると思うす。人生、リスマレや。1、そんなーって。いや、まあ、たまにはね、休息が必要っていうことですよ。2、賞金ループしないね。みんなやってるじゃん、それ。うん。今更俺がやった動画で、なんか、何かが変わるかって言われたら、何も変わらないもんね。やっぱ何かを変えることができるのは、何かを捨てることが、何かを捨てる勇気を持つものなんですよ。ね。何一つ、リスクなど、背負わないままで、ね、何かが変わるなんて思わない方がいいんです。じゃあ、大助うどん行こっか、さっき言った。大助うどん、ローソンの近くにある。ローソンの隣の隣にある大助うどん行く？一緒に。遊ぼう、今度。いいよ。行こっか、大助うどん。な、おごっちゃんは。
大助うどんぐらいだったらいいわ。何食いたい？おかめうどんかな？大助うどんのおかめうどんね、あそこ裏技があるんですよ。おかめうどんとわかめうどんがあるんですよね。で、うどんって言うんですよ。うどんって言ったら、おかめうどんが出てきて、で、その会計するときに、いや、自分頼んだの、わかめうどんっすよ、って言ってから、その任して、安く食えるっていうね。あそこおでんうまいよな、あそこな。釣りの帰りとかにね、俺よく行きよったわ。うどんで注文すればいい、あそこおばちゃんに。うどんで注文したらね、おかめうどんをわかめうどんの値段で食えるけん。おかめうどん高いんだよ、800円ぐらいけど、わかめうどん400円やけん。400円で、おかめうどんが食えるから、一回やってみてください。わからんと思うけどね、大好きうどんの裏技とか言っても、つけさん狭い。いや、あそこ狭くないよ。結構広いやん。座席結構悪いやん。俺いつもあそこのさ、ね、給水のさ、ね、ポットのすぐ右側に座ってるけん。すぐ右側のおばちゃんたちの通路と、席の水路との近く、あるんですよ。あそこ裏技あるかな？あそこ裏技あとね、竹串隠したらね、おでんちょろまくするよ。うん。竹串であそこはね、勘定してるけん。竹串隠すんですよ。隠したら、安く食えるけん。狭いよ。いや、狭くないって。あそこ、広いよ。大好きうどん。広い。俺の狭いってもっとなんか狭いけん。俺の中で。それ知ったかだろう。簡単に言うとやばいやつ。そうね。あ、なんか出た。ずっとなんか、ね、あーのうどんの話しよったらなんか出たね。これなんか、めっちゃずれてない？な、P90。ね、これずれとるよね、こいつな。めっちゃずれとるじゃん。めっちゃずれとる。え、ずれてないこれ。ね、位置ずれとるよな。なんで大雨うどんかっていうと、おかめうどんとわかめうどんをこれ合体させとるんですよね。